RD-858 はソ連の有人月旅行計画で LK 月面着陸船のために開発されたロケットエンジンである。有寿のエ設計局では月着陸船の 11D40 推進装置の開発を担当した。11D40 推進装置は RD-858 と予備の RD-859 で構成される。 この推進装置は月面へ軟着陸してさらに月の周回軌道へ上昇する。エンジンの信頼性が最優先され、181機の試作機が製造される累計試験時間は253,281秒間に達した。RD-858 は2種類の運転モードと2段階に水力に切り替える能力を有しており、主モードで 運転時には、水力はプラスマイナス9.8%の範囲で、調整が可能で高加減モードでの運転時にはプラスマイナス35%の範囲で水力を調整することができた。このような加減の機能は信頼性のある冷却法を備えた燃焼安定をもたらすために、構造の改修が必要だった。最も大きな変更が必要だったのは、ターボポンプで酸化剤ポンプを、 タービンから分離するために専用の機密が必要で最も信頼性があり高効率の摩擦の組み合わせを選択するために膨大な回数の試験を用した構造は剣道化されターボポンプの実質的な寿命は1000秒だった信頼性のある冷却のために燃焼室の高温部は最適な可変顔面を備えた複雑な形状の部品に螺旋状に機械加工された 飛行で必要な点火回数は2回だったが、再着火回数は12回に達した。予備エンジンは停止と再始動の間隔が3秒という特徴を有しており、ターボポンプを備えた既存の供給装置では、このようなゲートは不可能だった。ターボポンプによる推進剤供給装置を備えたエンジンで幅広い水力調整をもたらすために、これらのエンジンはこの水準の水力のエンジンとしては、 高飛水力で、エンジンの総重量は 110kg で、水力は4.1トンだった。1970年11月24日に R-7 ロケットによって打ち上げられた。コスモス379号。1971年2月26日に、打ち上げられた。コスモス398号。1971年8月12日に、打ち上げられたコスモス号。 コスモス434号により、軌道上で3回の試験に成功した。ありがとうございます。